あ、もう、あの、前半戦に、アメリカの先発投手がマウンドにいるうちに、点を取るか、なのかな。だから打者陣、打者陣、吉田選手とかすごいけどね、まあ、岡本さん、明日は岡本さんで、巨人ファンなんで、どうでしょうか。それだけです。 WBC 決勝の前日だということはですね、はい、まだ始まってないと。そうですね、インド時間8時44分、まだ始まってないからトップページにこのニュースが出ます。で、ワーカフェの長麺とスープ、辛くしないでねとお願いしたスープからワーカフェです。いい試合を見せてください。4時半に起きた。で、日本時間の8時だから、インドは朝の4時半、4時半に起きた。で、ずっと見て、岡本さんのホームランに歓喜は本当に打ってくれて、そのまま9回、残す1イニング、いや、ね、いても立ってもいられずにちょっとチャイ飲みに来ました。まだだから時間が7時51分なんで、8前で本当やってる、本当に数少ないチャイヤさんなんですが、おじさんすごいよね。WBC 決勝の最後の対決が、最後か分かんない、まだ出てませんけど、大谷対トラウト、すごいね、すごいね、すごい。チャイヤにいたんだけどさ、いても立ってもいられないから、それありきて。今9回裏2アウト、フルカウントになった。次の球はなんだ。三振、終わった。終わった。優勝した。インド時間84ですね。どう出てるのかな。文字の方は、あ、まだ終わってないことになってるの。あ、終わってる。だから、終わった。いても立ってもいいやつ出てきちゃった。優勝したのに、声が早上がらない。感動した。30分ぐらい鑑賞に浸りながら歩いて、帰ってきた。またチャイに戻ってきた。でもそう、でも YouTube で動画見てたんだけど、生放送を、まあ、やってる人がいて、まあ、いいか悪いか置いといて、あ、そう、最後にその大谷選手がトロフィーをもらって、そのステージの方に歩いて行って、で最後にみんなでこのステージでね、掲げた時のあれがすごかったなと思って、あの音楽、トロフィーを掲げる時に後ろのその煙みたいなプシューって上がるのはそのタイミングに合わせればいいけど、音もぴったり合ってて、だってこれ生でしょ、しかも大谷選手でしょ、誰がもうトロフィーもらうことになるかなんか分かってないし、あのタイミングで音、後ろの BGM も、あの、合ってて、合わせたっていう方が楽しいんだけど、すげえなと思った。じゃあ、インドでどうでも、今回インドと関係のない動画です。うん、あの曲が、ね、あの曲のタイミングがすごかった。それだけです。チャイム、チャイム。このトロフィーを持って、さあ、ど真ん中へ。みんなで掴んだ WBC 優勝。いいですね。やりました、侍ジャパン。世界の頂点を取り戻しました。